おはようございます。本日もですね、ここペッチャ分から元気にお届けしております。本日ね、今朝、8時ぐらいですけども、すがすがしい朝で、裏山で今ねドローンをね飛ばしてきました。で、まあ明日からですね、バンコクになります。で、明日のバンコクはですね、今回まあ長女のですね、まあ、MRI の検査がね、半年に1回かなあるということで、そちらにね、病院までね送り届ける予定になっております。一応ですね、20日から22日まで、バンコクを予定してまして、バンコクは2泊する予定です。で、まあ、長女とですね、義理のお母さんは、義理のお父さんのところにねお届けして、お父さんがですね、実際に病院に連れて行っていろいろ話をね、聞いてもらうということになっております。僕はですね、バンコクでは日野村剛さん、野々村剛さんって言いそうになっちゃったな。日野村剛さんっていうね、バンコクで、ライブの達人がいるんですけども、その彼とですね一応ライブコラボをする予定になっております。はい。いやー、ここのところですね、夜雨降って、朝はですねこのようにね、はい、天気になっております。で、まあ朝方はですね霧が出たりして、おります。はい。まあ、あとバンコクにですね行きましたら、一応ですね、ロットマー、ロットマー、おー、ロコン、一応ですね、バンコクの方ではあと移住のコンテンツをですね、作ることになっておりまして、こちらもですね、YouTube コラボということで、 YouTuber の、ね、方と一緒にですね、対談動画を作るということにもなっております。はい。まあ、あとですね、一応、ホテルをね、今回は車で行くもんですから、ホテルを、駐車場付きのホテルを、泊まりまして、そちらのホテルのねご紹介をしたり、それからまあバンコクのですね、街並みを、皆さんにですね、紹介していきたいなと、今現状ですね、今現状のバンコクの様子をね、お伝えもしていきたいと思います。はい。それではですね、気をつけていっていきたいと思います。でですね、その前にですね、今うちの嫁さんが育てている、植物を少しご紹介しましょう。ですね、こちらがまずねブドウです。ブドウ育つんかなーっていうね気はしますけどね。まあ冬は気温が低くなって、夏は暑いんですけども、ペッチャ君はね、どうだか。ただね、もうすでに新しいこういう芽がね、もう芽が出てきていて、はい、少し期待をしておりますけども、どうでしょうかね。はい。それでこちらがサワロットですね、こちらがパッションフルーツですね。はい。で、まあパッションフルーツはですね、何回かね育てたことあるんですけども、つるは結構伸びて絡まるんですけどね、前は実がね、花は咲いたのかな、でも実ができなかったんですよね。まあその辺でどうだか、もう一回ちょっとねテストでやっております。はい。こんな感じで駐車場の脇にですね駐車場の脇で、果物を作ってるというね。はい。それからですね、こちらがね、お分かりですかね、触るとこれね、これね、はい、これね、はい、おじぎそうですね。はい。日本でも好きな人多いと思いますけども、山本さんがこれはね、自宅の裏の、のっぱらで、拾ってきて今育てております問題なくですね、ちゃんと新しい芽も出てきて育っております。はい。こんな感じです。それとね、もう一つね注目はね、こちら後でね嫁さんにちょっと名前聞いておきますけども、こちらのね、こうなんていうのかな、白っぽくなるね一部、この草というか葉っぱというかあるんですけども、先日ですね嫁さんがラザーダでですね、
これが販売されてるのを見て、すごい3000バーツ値がついてるやつも、まあ300バーツ、1000バーツ、3000バーツまで、まあなんでそんなに高い値がついてるのかよくわかんないですけども、これを今ね、一生懸命になって育てておりますけども、どういう魂胆があるんでしょうか。この葉っぱ知ってる方いたら、コメント欄で教えてください。やばい、四天王の一匹がやっておりな、やってきました。それではですね、明日は安全運転で朝ね4時ごろ出発すると思いますけど、朝4時から出発して、バンコクにはおそらく、まあ、10時から11時には着くと思います。朝ですね、気をつけて運転して行っていきたいと思います。この後はですね、ドローンの映像を、お楽しみください。それではまた。Thank you.